どうも、ヌヌです。どうも、ゆっくりきつめです。マインクラフトプレイステーション4エディションをやっております。今回ですね、ご紹介動画を作っていきたいと思います。ふむふむ。ちらっとこう左右の下の方に見えてしまったんですが、今いるのはキノコの上になります。なんでキノコの上にいるの？なんでキノコの上にいるかというと、今回っていうかこれですね、キノコを山のように積み上げてできた塔になってます。景色いいね、笑い。で、一のこう周りが見渡せるようになってまして、すごい眺めがいいんですよね。で、今回ご紹介するものなんですけども、拠点とかちょっとご紹介しようかなと思って動画を作っております。なるほど、今回は拠点紹介動画なんだね。上から見るとですね、こっちですね、こんな感じになっております。広そうな島だな。わらご紹介しましょう。どうやって降りようかな。ここからまさか飛び降りるの？よし、牛じゃねえし、飛び降りたー。下が水でよかった。はい、飛び降りました。はい、飛び降りました、じゃねえし、ね、わら。先ほど登っていた場所がこちらになります。だっけー、結構積み上げましたね。で、なぜかキノコの間にネザーゲート。なぜにキノコの間にネザーゲート作ったし。で、まずご紹介するのがですね、こちらショックリンチですね。ふむふむ。とこう床をこうなんていうんですかね、石畳にして、木の周りはその生えてる木材の板ですね、板で囲ってみました。で、島の外周部分はサトウキビで、ちょっと目隠しじゃないですけど、こんな感じになってます。結構整備されてるんだね。こう6本ぐらいずつ生えさせてまして、真ん中にこう川を流して石の橋があって、またこちらもジャングルの木とか生えてますね。で、こう砂利で道を引いて、あれなんでここだけ欠けてるんだろう。エンダーマンが悪さでもしたのかな。不思議なんですけど、後で直しておこうかな。あった。で、こちらがこう、なんだなんだこれ、わら。なんて言ったらいいんだろう、かぼちゃでライトを作って、ちょっと周り囲んで足生やせて見たんですけども、なんかすごく威圧感があるんですよね。なんか威圧感ないですか？確かに威圧感ある気がする。わら。こちらが豚舎ですね。豚を飼育してるんだね。草で屋根にして、ちょっと豚が荒ぶってますか？なんか隅っこで荒ぶってるね。わら。してますかね。で、こういった形で道を作ってます。こっちも時間かけて整備したんだね。続いてこちら牛舎ですね。こちらも同じようなサイズで作ってまして、あちらでも奥で水浴びしてる牛がいますね。牛舎の方は平和のご様子、わら。動物園みたいになってるんですよね。確かに動物園みたいだね。こちらが羊の羊小屋。すごいカラフル場所なんですけども、カラフルでちょっと気持ち悪いんですよね。気持ち悪いよなし、わら。染めたのは自分自身なんですが、で、続いてなんですが、ニワトリなんですけども、ちょっと動画を参考にさせていただきまして、親鳥が卵を産んだやつを下でこう生まれて、で、そのヒナがですね、大きくなるとですね、こうやって羽と肉になるという仕組みですね。ちょっと残虐なんですけども、便利なんで作ってみました。利便性はわかるけど、ちょっとニワトリがかわいそう。上がこういった形で囲ってまして、あちらの奥の方にちょっと赤いのが見えるんですが、あそこに回路がありますね。で、こちら豚1匹、じゃあ乗り豚用ですね。乗り豚って、わら。で、こちら馬なんですけど、馬もなんか場所が狭いのか変な形になってるんですが、
どこに立ってるの、お馬さん。こちらが倉庫兼、犬小屋になってます。このチェストの中にはこういった馬の用品とかちょっと自分の道具が入ってますね。犬も飼ってるんだね。こういった形になってます。この辺りとかまだ空いてるんで、別なものをこう植えたりとか、なんか作ったりしようかなとか考えてます。でこちらが試作段階で、こちらも、YouTube の動画に上がっていたものを参考に作ってみました。メロンは動画を参考にしていろいろ作ってみてるんだね。生えたらこのピストンが押されて、スイカがこうポッパーからこうチェストに流れてくるっていう形ですね。なるほど。でこちら続いてなんですけども、水流でこう流してホッパーに運び入れる、農作物を育てるところですね。なんかいっぱい育ってるみたいだね。こういった形で農作物とか、あと苗木とかですね、入ってます。でこちらかぼちゃにちょっとカーペットを乗せて帽子をかぶせたみたいに。犬はかぼちゃのランタンが好きなんだね。こちらがですね、自分の家になります。大きめの家だね。初めに作った拠点ですね。この地域というか近くがですね、ジャングルがあってですね、木材に困らなかったので、こちらを利用して作ってみました。で扉はこの板を貼ってですね、自動開閉できるようにして、山猫の、お、猫がいる。ペットですね。で、こちらが机と椅子ですね。こちらは階段を利用して作ってみました。ここにもかぼちゃのランタンか、わら。ここからの眺めがですね、こう月が昇ってきた、来たりとか見えるんですよね。で、こういった形になっております。ここからの眺めもいいね。で、まず部屋なんですけども、こちらも自動で閉まるようにしています。こちらが農作物とか、染料とかですね、しまってある場所になります。でこちらからも外がちょっと見えるような感じになってまして、テーブルと椅子が、テーブルと椅子は村を参考にしたみたい。ここを登るとロフトになってまして、こちらがメインで使ってる場所ですね。ロフトがメイン部屋なんだね。木とかです、土とかですね。でこちらが 石とか、ちょっとウールが入りきらなくなっちゃったんで、あれだけカラフルな羊さんがいればね。わら。こちらはまあちょっと使うものですね、中心でベッドがあります。でここから下が見えるようなロフトになってます。自動開閉あるあるだよね。わら。でこちらがまあご飯食べるようなところになってまして、ご飯食べるっていうか台所みたいな感じですね。水を張って、まあ、こうそばに花を添えたりとかしながら。でこれがすごく便利ですね。これも どっかの動画で見た仕組みなんですけども、こちらに材料を入れてホッパーで落ちてかまどに入る形で、こちらには、石炭ですね、石炭木炭を入れて自動でこちらに落ちて、で足らなくなってきたらこちらにかまどに入るような仕組みになって、焼けたものが下のホッパーに入って、こういった形で焼けたものがここに来るような感じですね。ほんと、いろいろ作ってるんだね。ケーキを置いてみました。ケーキ、美味しそう。こちらが先ほどの出たところですね。で、ここにちょっと地図を貼ってみてるんですけども、今いる場所がここですね。で、ここも木材っていうか、こうジャングルがあって、こちらもジャングルなので、すごく材料に困らない場所ですね。プレステ4のマップ広いのに拠点が便利すぎてあまり移動していないみたい。わら。なかなか出ないです。でこちらがですね、お風呂になってます。お、お風呂もあるんだね。頭皮の板を使ってみたりとかして、頭皮風呂だね。わら。空間違うような形にしてます。上はちょっと吹きだけ吹き抜きにしてある
じですね。でちょっと水色のカーペットを置いてみました。お風呂のマットみたいな感じだね。ですね、続いて、ここはこういった形で馬小屋があったり羊小屋があったりとか、メインの部分をまとめてみた感じですね。卵が生まれて下に落ちましたね。今で裏側なんですけど、裏側というか家の下がですね、なんか怪しいキノコが家の下で育ってる。暗黒だっけだったかな、育てて待ってまして、ちょっと水漏れがあるんです。水漏れってさっきのお風呂かな。ここが駅になってます。お、家の下に駅もあるのか。ここがですね、乗り込むと、このトロッコに乗り込むと自動的にワイヤーフックに引っかかって次のトロッコが出てくる仕組みになってます。で乗り込みます。でここは水中ですね。でここがですね、分岐路になってまして、左側直下掘りしたダンジョンになっています。で右側が、ステーション駅ですね。左が洞窟、右が駅、ふむふむ。まあ、こういった形で作ってみたんですけども、はい、こういった形で自動収納されて、で前にと使った時にこうトロッコが準備されているような形です。で先ほど来た道が あそこからですね、海中トンネルを通って、あそこの分岐路に入って、でこう来た感じですね。でここの建物はこんな感じになってます。で周りはちょっとこう、これからどうしようかなと考えてるんですが、入り江というか、こう船着き場みたいな感じにしようかなとかいろいろ考えてます。作りたいものいろいろありすぎて困ってるみたい。こちらですね、こちらがですね、2階建ての建物とこちらがホテルみたいな感じにしてあります。まあ、まずこちらからですね、ホテルも作ったのか。ホテル&カフェっていう感じで、ちょっと綴り合ってるかどうか不安なんですが、英語が苦手なんで、まあ、こういった感じで海の見える空間にしてありますね。空間にしてありますね。周りが海なんで、まあ海見せなくてもいいような感じもするんですが、こういった形で階段を上ると、狭いけどちゃんとホテルみたいになってるね。でちょっとアメニティグッズ的なものを入れておいてみました。アメニティまで用意されてるなんて、わら。でちょっと一マス分の幅しかないんで狭いんですけども、まあ簡易施設って考えたらこんなもんでいいのかなって思って作ってみました。でもう一つの部屋が、こちらも一人部屋ですね。海がこうやって形で夜になるとライトアップされますね。ライトアップもいい感じだね。でこの施設もう一個ありまして、上を登るともう一個何かあるの、こうやってまた見えるんですけども、この扉の先が露天風呂が、露天風呂になってます。こうやって風景を楽しみながらお風呂的な感じになってます。ここはちょっと階段で作って、リアルでこういう施設ありそうだよね。作ってみました。でこちらの建物はもうちょっと大きくする、上に大きくする予定だったんですけど、こちらが見えてしまうのと、あまり大きくしすぎても視界に入ってしまうので、今でも入ってるんですけど、大きくしない方がいいかなと思ってあんな感じになってます。では隣の建物に行きますかね。隣の建物には何があるのかな。はい、こちらですね。こちらちょっと木材を変えてみましたね。白樺の木ですね。作った家ですね。白樺の木はその名前の通り白いんだね。1階がエンチャントルームになってます。
を拠点に置かず、ここにエンタントルーム作ったのか。白い木なので、本棚の上は黒いカーペットで、貼ってみました。黒いカーペットを置くと周りが白いからシックな感じになるね。2階に上がると、まあ、ちょっと2人部屋みたいな感じでカーペット引いてて、かまどがちょっとここにあるのもおかしいような気もするんですけどね。もうすぐ朝ですね。日が入ってくるのが、こちら側がベランダになってます。お、朝日も眺められるベランダ、いいね。ね、こちらの駅からまたトロッコに乗るとこんな感じに風景が、ね、こちらのボタンを押すと朝日を眺めながらこうダンジョンの方に着きます。ここはどんな感じなの？こちらはですね、簡易拠点なのでそこまで物を作ってるわけじゃないんですけども、友達とマルチプレイした時に、地下を掘り下げてったりとかしましたね。友達と2人で鉱石を掘りまくったみたい。ね、ここに牛を少しだけ飼ってます。牛さんこんにちは。このスペースもうちょっと何か作ろうかなとか考えてるんですけど、なんかあれば作ろうかなと思います。で、この橋がこう向こうの植林の方につながってますね。で、キノコタワーがこんな感じで見えます。ほんと、キノコタワー大きいな。キノコタワーもうちょっと大きくしようかなとか、範囲広げようかなとか。え？まだ大きくするの？わら。はい、戻ってまいりました。戻ってきたね。でちょっとですね、駅の仕組みと、仕組みっていうわけじゃないんですけども、様子を、まずこちらがちょうどに作物が育ってるので、こちらを見せていこうかと思います。これは確か水流式の農場だったね。違えた。で、ここを押すと、お、大量の人参が流れてきた。こういった形で水流式で流れてきた。で、水を止めながらこう種をまいて、たまに段差に引っかかって人参が止まってるんですけども、こうやって種まくときに取れるのでそんなには気にしてないですね。水を流すことによって畑も湿った状態を維持するから便利だ ね、 ここのサイズがですね、ちょうどワンスタック分種がまける広さになってて、片面が32マスだったかな。はい、こんな感じですね。で、流れたものが全部ここに、入るという形です。こちらもちょっと整理しないと少しいっぱいになっちゃうかな。続いて駅を再度ご紹介するようだよ。でですね、こちらの駅ですね、ちょっとお話ししようかと思います。ね、こちらの駅なんですけども、こちら動画を参考にしまして、トロッコを走らせる自体がこうコストが高いんですけど、ふむふむ、材料で必要になるのものがですね、ちょっと家にあるものが材料になるんですが、この駅を作るための材料を説明しようとしてるみたい。
主に使うものがですね、私が説明するね。上にあるものですね。スネ1個、サボテン1個、糸2個、トリップワイヤーフック2個、分配装置1個、ホッパー2個、レッドストーン2個、レッドストーン装置1個がメイン素材みたいだよ。このまあ外壁部分とかはちょっと石とかを使うんですが、主にこう必要になってくるものが砂1個、サボテン1個、あとそのサボテンの上に乗っける石も必要なので、石もちょっと候補に入れときますね。サボテン1個、糸が2個と、トリップワイヤーフックが2個、分配装置が1個に、ホッパーが2個、レッドストーンが2個と、レッドストーンの松明が1個、あとレールがこんなに数は必要ない、ここだけだったらこんなに数は必要ないんですけども、必要で、丸石が必要って感じ。まあ石乗っけるものですね。石じゃなくてもいいんですが。で、ヌヌがアタッタしてる間に私同じ説明したよ。わら。で、こちらの作り方に関しては、検索していただければ出てくると思うんですが、それでもなんか解説して、した方が良ければコメントいただければ作りますので、お気軽にコメントしてね。でこちらの海底トンネル、ちょっとトロッコだと速くて見えないので、こんな感じに整えました。トロッコだと一瞬だもんね。結構これ作るのは大変だったんですが、大きさをこう決めてやればそんなに手間ではないんですけども、ちょっとこの線路の横側の地面とかは張り直したりとかしたので、それが一番大変だったかな。あと線路の下は全部砂利で統一してます。溺れそうになりながら作業したみたい。でこういった感じですね。海面もちょっとあるので、こう下が見えるんですけども、夜になるとライトアップ、松明の明かりが見えて綺麗ですね。でこちらはですね、トロッコを作っていく上で、で行かせる方向に方向欲しいなと思った時に作ったものです。でこちらのスイッチを押すと右に流れるような感じになってまして、こちらを押すと左に流れる感じですね。でこっちの、あちらのホテルとかがある駅から来た場合、こうなるんですけども、この、こっち側のスイッチを押すと、まっすぐ、直下堀の、洞窟の方に行けるようになってます。で、こちらを押すと、こんな形で、家の方に行けるようになってますね。で、こちら側から押してもなんですけども、まっすぐ行けて、で右に曲がり家の方に行きたい時も行けに来るっていう形になります。こちらの動画もやはりすごくですね、分かりやすく丁寧に作られている動画がありまして、そちらを参考に作らせていただきました。でそちらの動画ですね、すごくですね丁寧に対応していただきまして、バージョンが多分パソコン版で作られたものだと思うんですけども、クリエイティブモードの方で試しに作ってみましたら動作しまして、でちょっと悩んだところがあったのが、方角によってこの真ん中のレールが動いてくれる動いてくれないがあるみたいで、それに関しての訂正版というか直し方っていうのもその方が動画を上げてくれていたので、こんな形で実現することができました。サンサロの動画をアップしてくれた方、大変参考になりました。サンサロっていう、ね、ありがとうございます。こちらはすごい便利ですね。でサンサロをですね、今後もうちょっと増やしていって、行ける場所を増やそうかななんて考えてますね。でここも、この建物自体ももうちょっと、なんて言うんだろうな、船とかつけるようにしてもいいのかなと思うんですけども、
もうちょっとこのゲームの船っていうかあれを耐久度上げてもらいたいですよね。あのこの周りハスが多いんですけども、睡蓮かな、睡蓮の葉っぱがいっぱい落ちてるんですが、それに一回当たるだけで砕けちゃったりとかもするので、で木材に戻るのはいいんですけども、作るのがまた大変なので。ほんとボート壊れやすくて困ります。わら、したいですよね。でこっからこう見るとこんな感じになってます。でこちらの駅はこんな感じで、頭皮の原木と板を使ってこんな感じに作ったので、こちらの空きスペースとかをですね、もう一つの駅、もう一つの違う方向への入り口みたいな形にして、でその先でまた三叉路を作って二方向に行けるようなシステムにしようかなとか考え中です。で鉱石とかいろいろ集めたりとかしないといけないので、なかなかできないんですけどね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。また何かあればですね、動画にしてお届けしたいと思います。また何かこう質問とかですね、こういったのどうですかとか、こういったアドバイスとか何かあればですね、コメント欄にしていただけるとありがたいです。今回はご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。